どうもこんにちは、キュービーです。さて今回はですね、こちらホンダビートのトランク、こちらにね、ちょっといかつい感じのへこみがあったんですよね。なんかね、こんなとんがったものでバンってしたような、こうツボって刺したのか、なんかそんなはいな、まあちょっと見てください。はい、なんかね、変わったへこみありましたよね。何でそうなったのかちょっとわかんないんですけど、そんな傷があったので、で、そちらの方をね、修理しました。で、今はもうこれ完成して、ちなみにこちらの車両、オールペンしてます。はい、オールペンの、まあ、下準備として、今回板金しました。で、今回ね、他にも板金箇所はあったんですけども、そのトランクがちょっといかついへこみしてたので、そこだけにフォーカスを当てて、きちんとね、直してるところをちょっとカメラに収めてみました。で、全く説明とか入れてないので、まあ、鉄板がちょっとずつ直っていくところとか、こう、パテを削って、こう、ツヤっとこう、まっすぐになっていくところとかを、まあ、興味ある方、見てっていただけたらなと思います。はい、ということで今回もご視聴よろしくお願いします。
ということで、最終磨きからリアウィングだとか、こちらのテールランプ、あとエンブレム、キーシリンダーなどなど組み付けて完成となります。まあちょっと前回上げてたそのクイック補修の動画があるんですけど、あれがねちょっとあまりにもひどすぎたので、一応ねちゃんとやるよっていうところもお見せしようかなっていうような動画です。はい、お名返上動画みたいな感じですかね。はい。でちょっと今回これ後ろからのアクセスが全くできなかったので、引っ張り出すしかないので、ちょっとね僕の技術ではもうあのあたりが限界なんですけども、まあ苦手な割にはちょっと頑張ってやったかなという感じです。でまあ予算によってはもうパテをペット持って、それでね削っておしまいっていう倒す場合も全然あるので、一概にこれが正解っていうわけではないんですけども、まあ、パテを減らしたりとかこう長期にわたって綺麗に維持するっていうのでは、まあこれがベストなのかなと思いますが、まあ全く見えないところなので、こうそれもなんやどうなのかなっていう感じはしますね。で今回はもうこの車両がすごく綺麗な状態だったので、まあ、なるべく綺麗に直したかったっていうのもありまして、きちんと直したんですけども、まあこのあたりはね、職人さんとこうオーナーさんとのいいね、落としどころっていうのをまた見つけて修理していただけたらなと思います。はい、ということでね、今回はまあただただ修理するだけの動画だったんですけども、まあカスタムペイントをするとかこうやって綺麗に塗りたいっていう場合でも、やっぱりね一番大切なの下地なので、気持ちよく下地が作れると塗り手も気持ちよく塗れる感じはするので、まあ今回はねすごくいいパターンというかいい例だったと思います。はい、ということで今回はトランクの補修の動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。キューピーでした。バイバイ。